こんにちは。今回はアウェーということで沼津へ行きます。先週のホームゲーム、私は体調を崩して現地参戦が叶いませんでしたが、選手の皆さんとサポーターの皆さんのおかげで勝利をダゾーンで見届けました。本当にありがとうございました。今度はこのチャンネルで現地の様子をお届けする番ということで沼津へ行ってきます。今回のルートですが、富山から国道41号線や中部縦貫道などを通って長野県松本市へ、そこからさらに南の方向へ走って静岡県沼津市まで向かいます。朝方の到着になりそうですが、晴れていれば富士山が綺麗に見えると思うので、その景色を楽しみに運転を頑張りたいと思います。それでは沼津に向けて出発します。さあ行くぞ。県総から出発します。個人的には3年ぶりの沼津遠征となりますが、とても楽しみです。国道41号線を走ってまずは岐阜県に向かっています。今回の遠征では途中仮眠も挟みながら夜通し車を走らせて、早朝に沼津に着く予定で向かっています。岐阜県に入りました。県境から30分ほど走りました。もう間もなく左折して中部縦貫道の方向へ向かっていきます。ここを左折して神岡を抜けて松本方面に向かいます。中部縦貫道の入り口までやってきました。平湯料金所に入っていきます。790円ですね。阿房トンネルに入っていきます。このトンネルの中に県境があります。温泉や火山が近いということで硫黄の匂いが車の中でもしてきますね。長野県に入りました。長野県松本市までやってきました。ここから塩尻市を抜けて国道20号を走って山梨県に向かいます。山梨県に入りました。右側に富士山が見えています。日本一の高さを誇る山です。素晴らしい景色ですね。静岡県に入りました。静岡県に入りました。沼津まではここからあと1時間ほどです。国道1号線までやってきました。国道1号というだけあって、やっぱり道が広くて走りやすいなと思いますね。この国道1号を走って沼津まで向かいます。おー、車がたくさん止まってますね。港の入り口といった感じでしょうか。到着。ここまで運転してきましたが、距離は 329.1km でした。程よい距離感で心地よい疲れを感じますね。太平洋に面している沼津市には港があって、このように漁船がたくさん並んでいます。港周辺を歩いてますが、牡蠣小屋であったり海鮮系のお店がたくさんありますね。時刻はまだ午前9時なんですけれども、こうやって朝から行列ができるお店もたくさんあるようですね。沼津港新鮮館にやってきました。いろんなお店が中に入っているようです。中に入ると水槽がありました。とても綺麗な魚が泳いでいます。中を歩いているといかにも魚市場っぽい魚の匂いがしてきますね。マルカンさんにやってきました。ラブライブサンシャインのキャラクターのポップがたくさん並んでますね。大都会沼津へようこそと歓迎してくれています。マグロと釜揚げシラスとトロサーモンの三色丼を注文してみたいと思います。お店とは別にこちらにイートインスペースが用意されてますね。こちらでいただきたいと思います。三色丼を注文しました。シラスとサーモンとマグロ、この3つが丼になっています。かなり贅沢な丼ですね。いただきます。うまい。シラスの香りが本当にいいですね。それだけでなくサーモンとマグロも一緒に味わえると、海鮮丼の主力選手といえる素材を集めた豪華な一品だと思います。美味しい。炭焼き爽やかにやってきました。静岡県で有名なハンバーグのお店です。爽やかといえばやっぱりこれということで、げんこつハンバーグランチを注文したいと思います。静岡県内にある爽やかが書かれたマスをいただきました。今回訪れているのはこの沼津学園通り店になります。このマップの隅っこには鉄板が来たらここを持ってねと目印が書かれてますね。半分だけさせていただきます。げんこつハンバーグが届きました。とってもいい匂い、いい音がしてきます。
いただきます。うまい。高級な肉の風味、そして旨味をギュッと詰め込んだハンバーグ、いつ来ても何度来ても本当に美味しいなと思います。爽やかでハンバーグをいただきました。いやー、何度来ても飽きないですね。本当に絶品のハンバーグだなと思います。静岡遠征の時のいつもの楽しみなので、今回も食べれて本当に良かったです。それではアスルクラロ沼津のホーム、足高広域公園多目的競技場へ向かいます。沼津市街から国道1号線を通って足高広域公園多目的競技場に向かっています。ここを右折していきます。海に面している町ではあるんですけれども、スタジアムは丘の上にあるので坂を登っていきます。木々に囲まれた山道をどんどん登っていきます。左に案内されているのでこちらに止めたいと思います。到着。足高広域公園の駐車場に着きました。スタジアムはここから階段を登った場所にあります。ここまで結構坂を登ってきましたけれども、ちゃんと無料の駐車場があるのはとても助かりますね。足高広域公園多目的競技場に着きました。この公園は丘の上にあるので景色を楽しむこともできます。遠くには沼津の街と駿河湾が広がっています。いい景色です。イベントやスタジアムグルメなどいろんなブースがありますが、すべてメインスタンド側の広場に集約されています。アスポスくんという名前のポストがありました。このアスポスくんと書かれた紙にメッセージを書いてポストに投函することによって、選手やスタッフの方にメッセージが届く仕組みになっています。選手の写真と名前が貼ってあるコーンを見つけました。試合前はサポーターの方がこのコーンを動かして思い思いに今日のスタメンを予想されているそうです。今日はアスルクラロ沼津のスポンサーさんであるテイルボークさんがブースを出されています。釣り具のメーカーさんだそうです。釣り竿をキャスティングして的に当ててみようというゲームが行われています。沼津のサポーターの方が設けているブースにやってきました。カターレ富山サポーターの皆様、ようこそ足高へと歓迎してくださっています。小さい子が太鼓を叩いて体験できるコーナーになっていますね。お茶を販売されているお店がありました。海鮮丼と爽やかでお腹いっぱいなのでお茶をいただきたいと思います。みかん煎茶もらっていいですかね、はい、みかんの粉とお茶が一緒に入っているということですね。はい、ありがとうございます。はい、スタジアムグルメ、今回はみかん煎茶です。なんとですね、私のチャンネルの視聴者の方が来ておられまして、スタジアムグルメ一品どうですかと買っていただきました。本当にありがとうございます。みかんが入った煎茶ですね。視聴者の方のご好意に感謝していただきたいと思います。あーっとしますね。美味しい。冷たくてそして優しいお茶の香りが口の中を癒してくれて、ところどころみかんの風味が口の中にふわっと広がってきます。がっつりと食べた後の口直しには最高の一品ですね。美味しいです。今回はビジター芝生席でカターレを応援します。今日も多くのカターレサポーターがスタジアムに詰めかけています。久々にアウェーで勝って帰りましょう。メインスタンドは一席になっていて、ゴール裏のバックスタンドは芝生席になっています。バックスタンド側には上り旗がたくさん並べられています。これはクラブとコラボをしているラブライブサンシャインのキャラクターですね。どの上り旗にも全力アスルとクラブのスローガンが書いてあります。今シーズンから大型映像装置がつきました。アウェーゴール裏側に設置されています。前半が終わりました。0対0で同点です。アウェーでは久々に前半を無失点で折り返しました。守備は改善されてきていますが、攻撃の形が必要です。交代選手も含めて総力戦でゴールを奪って勝ちましょう。後半も応援します。お疲れ様でした。1対0で沼津の勝利です。なぜアウェーで勝てないのか、本当に厳しいですね。このスタジアムは6回やって5敗、なぜ足高で勝てないのか、鬼門のスタジアムでまたしても勝つことはできませんでした。ただまだ9試合残っています。現実的な昇格の可能性もまだあると思うので、一戦一戦頑張っていきましょう。次はアウェーでさぬき戦、もう勝つしかありません。切り替えていきましょう。
ということで、今回の動画は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。切り替えて、前を向いてやっていきましょう。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。